ニュージャージー工科大学は、ニュージャージー州ニューアークに本部を置く、アメリカ合衆国の州立大学である。1881年に設置された、ニュージャージー州ニューアーク市に本部を置く全米でも、屈指の工学系州立大学。研究開発が盛んな少数精鋭の工科大学で、知られ、カーネギー高等教育機関分類 R1 に指定されている。 比較的小規模の大学だが2019年の年間予算は600億円弱の多くが本社をニュージャージー州に構えており、その数はどの州のそれよりも多くニューアーク市周辺に集中している。この背景のもと、米国産業界はニュージャージー州政府に対してニューアーク市周辺で公立の高科大学を設立する、様子よく要望していた。1881年、 州政府は、ニューアークカレッジオブエンジニアリングを創立し、投稿の発祥の元となった。20世紀に入ると、ゼネラルエレクトリックのトーマス・エジソン、ベル研究所のアレクサンダー・グラハム・ベル、RCA のデイビッド・サーノフなど、世界的な発明家、実業家が、投稿州兵を本拠地として活動し、この地域は、人類史に類を見ない産業ルネサンスを遂げ、同行の発展に、 多大な恩恵をもたらした。1973年、州政府はニューアークカレッジ・オブ・エンジニアリングとニュージャージー・スクール・オブ・アーキテクチャを併合し、当校は現在のニュージャージー・工科大学となった。昨今の同校登校は6つの学部と39の研究機関で構成されている。 工学部情報学部、カレッジオブコンピューティングサイエンシズ理学部、カレッジオブサイエンスリベラルアーツ建築学部、ニュージャージースクールオブアーキテクチャー工業デザイン学部、スクールオブアートデザイン経営学部、スクールオブマネージメント、アプライドライフサイエンスアーキテクチャーデザイン、コンピューティング、マスマティクス、テレコミュニケーションエンバイロメンタルサイエンス&、 エンジニアリング・マテリアルズ・サイエンス・アンド・マニュファクチャリング、ソーラー・フィジクスその他、追加中その他、追加中。ありがとうございます。